家族の真相。私は8男4女、大家族の2番目で長女なんだけど、我が家には母親が2人いた。その母親のうち、私の実母は父の妻で、もう一人の母親は父の愛人というやつだった。それぞれ双子を含む子供を6人ずつ産んでいて、それは全員父の子供。私たちは母のことをお母さん、愛人のことをママと呼ぶことを強制されていた。それでも思春期の弟たちは反抗しておばさんと呼んでいた。表向きには、シングルマザーで6人もの子供を抱え、兄夫婦の家に同居するおば、ということにされていたが、私たちが以前間違えて外でママと呼んでしまい、一時期近所でひそひそされたこともある。幼い頃、私は愛人のことをおばさんと思っていた。だから私は愛人の子供のことをいとこだと思っていて、学校等でもそう答えていた。けれど高校に上がったある日、いつものように帰宅すると、愛人と母が父を真ん中にして同じベッドで寝ていた。しかも裸で。慌てて起こして問いただすと、予想だにしない返答が返ってきた。もともと父、母、愛人は全員同じ児童養護施設出身の幼馴染で、異常に結束が強かった。けれど高校を卒業したタイミングで、施設を出た母と愛人が揃って父に告白、そこで父も、母も愛人も同じくらい愛してる。選べない。と打ち明けたそうだ。普通ならそこで父をぶん殴ると思うのだが、母と愛人同士も常にべったりで、最終的には専業主婦希望の愛人を周囲には内緒の内縁の妻に、就職先の決まっていた母が父の正式な妻になり、3人で愛し合うことで落ち着いたらしい。このことを打ち明けられた時が、人生最大の修羅場だった。ちなみに兄弟の中では、愛し合ってるんだしいいんじゃない派と、生理的に無理、頭おかしい派に分かれてしばらく険悪なムードが家庭内に漂っていた。父は元いじめっ子で正直クズだったし、それを擁護する愛人と母のことも軽蔑していたので、私は大学進学を機に家を出て、情けないことに学費は親に出してもらった。今も疎遠。三人だけで12人育てたのはすごいと思うが、私自身も家庭を持ち、余計に親の思考が理解できなくなった。あんなに嫌っていた愛人がつい先日亡くなりなぜか泣いてしまったので、吐き出します。妹さんのせい。エリートの兄が40まで結婚しなかったのは、私のせいだったと知ったとき。私はそもそも結婚する気がない。一応正社員で仕事してるし友達もいる、趣味に没頭、彼氏がいたことないわけじゃないけど、今のこの実家暮らしがぬくぬくすぎてもうこれでいい。両親は資産家で、私からは特にお金入れなくていいという。だから家事をやってる。犬も猫もいるしもう十分幸せ。しかし、大学から家を出てきちんと自立して出世したエリートイケメン兄、家も年も離れてるので私とはあまり親しくない、正月しか帰ってこない。兄には彼女はいるらしいがいつまでも結婚しなくて、ようやく彼女を家に連れてきて行ったことには。お前がショックを受けると思って遠慮してた。は？なんでそうなる？私そんな素振り見せた？兄は、女の私が先に結婚するものだと思っていたらしく、自分はそれまで待とうと。しかもニートと思われてた。両親も祖父母もびっくりよ。無事結婚した後は兄嫁の小言通過か干渉がすごい。うちは兄だけ猛烈社員で私も両親もマイペース。だから兄とは距離を置いてたんだけど兄嫁がぐいぐい来る。接触の仕方半端ない。妹さんのせいで結婚遅れたんですから。これから妹さんはきちっと自立して結婚しないと、私が承知しませんよ。みたいなこと言ってくるんよ。放っといてくれー、別にこれでうちはいいんじゃー、と思うし言ってるけど。ダメダメ、何のための若さなの。子供を産むリミット近づいてるよ、行動するわ今。私のせいで結婚遅れたのを相当恨んでいるらしく、会うたびに絶対言ってくる。あと私が親から色々ともらっているのも嫌みたいで。どうして妹さんばっかり、不平等正さないと。みたいにぐいぐい来るよ。確かに親祖父母には世話になってるけどさ。兄はそもそもこっちに帰ってこないんだもんよ。家のこと、もはや全部私がやってるし、地元だし。兄自身、そこまで実家に関わる気はないらしく兄自身が兄嫁にもそう言ってるけど、兄嫁は聞いてくれないんだよな。兄嫁だって働いてるのに頻繁に遠距離のこっちに来て、
忙しい最中に私が来ましたよ。って言ってくる。悪い人じゃないんだろうけどさ。来るたびにブランド高級菓子などをたくさん買ってきて、それがいかにいいものか長々説明されるのも正直迷惑。お返し大変だなーって母も困惑気味。しばらくすれば落ち着くよねって期待してるけど、とにかく私への執着がすごい。結婚しろ家を出ろって。今まで誰にも言う相手がいなかったんだろうけど、これからは私が聞くから、相談乗るからだって。兄嫁の脳内では何かが始まってるんだろうな。相続なのかな。でも折半って親が明言してるしな。先週は犬の誕生会に突してきてビビった。両親私とご近所の犬友でやってたんだけど、なんで旦那の実家、しかも遠い、に来るのだろう。もう来ないで、嫌いじゃないから。要注意人物。マイホームを建てて引っ越しを終え、ご挨拶のご近所回りをした時に隣家の奥さんが、お隣さんが同世代で嬉しいわ、と歓迎してくれた。仲良くしてくださいね、とか言われて、その時点ではおかしな人だとは思わなかった。お互い犬を飼っていたので、散歩途中に会ったりすると少し立ち話をする程度には仲良くなった頃、何の脈絡もなく突然 A さんに、今度あなたの家のデッキで BBQ やりましょうよ、と言われた。表からは植木などでよく見えないけど、我が家にはウッドデッキを設置してある。ちょっとお茶ができる程度には広くてテーブルも置いてある。でも本当の設置目的は、たまに遊びに来る義母が車椅子で玄関からは入れないので、ウッドデッキにスロープを取り付け、そこからリビングに入ってもらう作りにしてあるんだ。回覧板持ってきた時にデッキがあるのは見えるけど、互いの家に行き来したこともまだなかったのになぜ急に、うちでやりませんか？ではなく、あなたの家でやりましょう、になるのか。ごめんね、うちの旦那あんまりそういう付き合い好きじゃなくて。それに BBQ の道具とかうちにはないから、って断った。そしたら、大丈夫よ。家族ぐるみでってんじゃなくて、私も友達呼ぶからあなたも呼べばいいし、BBQ セットなら誰か持ってるわよ。って言われてますますはてな。今後の付き合いもあるし、ここは心よく場所を提供した方がいいのかなとも思ったけど、その一方で体の中から、要注意人物、要注意人物、とサイレンがガンガン鳴ってた。ごめんね、悪いけどうちでは無理だわ。どこかキャンプ場でも行きませんか？と断った。それからしばらくして、友人が遊びに来て天気が良かったので、デッキでお茶してたんだ。そしたら次の日に犬の散歩に出たら、待ち構えていたように出てきて。昨日デッキでお茶会してたでしょ？ああいうのやりましょうよ。と言ってきた。だからなぜうちでやること前提なのよって少しイラッとした。それにいちいちこちらの様子を伺ってるのかと思って、それも嫌な気分だった。適当な理由をつけて断り、犬の散歩はしばらく車で緑地公園に行くことにして、なるべく顔を合わさないようにした。それでもたまにばったりってこともあったけど、挨拶もそこそこに、急いでるので、と交わし続けた。それから半年ほど経っただろうか、ふと気がつくと最近 A さんを全然見かけないなぁと思ったけど、まあ見かけるよりはいいかと気にしてなかったが、少し離れたお宅の奥さんと仲良くなり、思い出したように最近 A さん見ないねって話したら、驚いたことに、もともと A さんはあの家の住人ではなかったんだ。あの家の旦那さんは随分年配の方で、奥さんの長期入院中に愛人だった A さんを家に連れ込んだら、退院してきた奥さんにバレて、奥さんが出て行って A さんが住み着いてしまったそうだ。なんだかよくわかんないけどそれでずっと揉めてて、最近見なくなったのは何かしら肩がついて出て行ったんだろうとのことで、今は貸し屋になってるらしい。いなくなったのは嬉しいけど、一度そんな目にあったら今度どんな人が入ってくるのか怖くてたまんない。ブティックホテルの客。以前アングラな仕事をしたいなーって時期があって、一瞬だけブティックホテルのフロントで働いたことがある。結論から言うと、やっぱりブティックホテルなんかで働く人たちっていろいろおかしかった。様々なブティックホテルのフロント歴40年のすんごく悪が強いババアとか、どこまで本当のことを言ってるのかわからない自称闇市場の取引で生計を立ててる人とか、それで合わないと思って2週間ほどで辞めたけど、
その2週間でいろんなものを見た。平日の昼間から事務服を着てる女性×アラフォー社長みたいなカップル、低王道なものから、深夜に男性2人×千鳥足の女性1人っていう犯罪集プンプンなもの。16歳かな ?17 歳かなってくらいの男女各2人計4人で入室しようとしたり、もちろんお断り申し上げた。そんな中で衝撃を受けたのは、働き始めて10日ほど経った頃、私が勤務したブティックホテルは、11時に出勤して翌11時まで勤務するタイプで、出勤すると大体2、3部屋埋まってる。入室状況、いつから何人で入室して、現在何人滞在しているかなど、の引き継ぎを受けて交代するんだけど、その日は宿泊2部屋、休憩2部屋だった。昼前には宿泊1部屋、休憩3部屋になり、おやつの時間になっても宿泊客はチェックアウトしなかった。新人だった私は疑問を抱き、お昼の時点で、お昼まで延長して滞在するっておかしくありませんか?と先輩に聞いてみたけど、先輩曰く昼過ぎまでゆっくりするお客さんはたまにいるらしく。このお客さんもきっと朝寝坊タイプなんだろう。ってことで、先輩は全く気にしていなかった。しかしそんな先輩も、夕方近くなってもルームサービスを頼まずチェックアウトもしないことに不信感を抱き、ちょっと電話してみようか?と言って内線してみるも、電話に電話、なんかちょっとおかしいね。とオーナーへ連絡し、先輩がオーナーの許可を得て、防犯カメラのチェックを始めた。すると朝方近くの深夜、ルームサービス用のドアが突然開いた。そして、まるでテレビの中から貞子が出てくるみたいに、長髪の女性がずるっと出てきて廊下に落ち、小走りで去っていった。その映像を見て、先輩が、ああやられたなぁ。と言ってこんな推理をした。ルームサービス用のドアが開いてることに気づいた男性客が、女をここから出したんだろう。一緒に入った男性はかなり細身だったから、女性をルームサービス用のドアから出して、男は窓から逃げたんだろう。仕方ないからドアを解錠して清掃に入ってもらうことにした。しかし、内鍵がかかっていて入れないと清掃の人から言われた。どうしようかと先輩と顔を見合わせて。あの人が出られたのなら、私も入れるかも、と私が言ったことで、私がルームサービス用のドアから中へ入ることになった。が、ルームサービス用のドアを開けた途端、湿度の高い空気がムワッと漂ってきた。シャワーの音も聞こえる。シャワー流しっぱなしでお風呂のドアも開けたままか、最悪な客、なんて先輩と言いながら、私はルームサービス用のドアから室内へ入って内鍵を外した。そして清掃人に清掃をお願いしたら、男性客が死んでた。ニュースにはなってない。もちろん捕まりました。廊下の防犯カメラは画質が悪い上に顔が判別できないほど小さくしか映っていませんでしたが、フロントの防犯カメラにはしっかり顔が映っていたので、容易に見つかったようです。ただ私は関係者なようで関係者ではないので、動機とか経緯といった詳しいことはもろもろ知りません。次の出勤の時に先輩から、あの女の人無事に捕まったらしいよ。自殺とかしてなくてよかったね。って感じで捕まったことだけ聞きました。あと書き忘れたのですが深夜に男性二人かける千鳥足の女性一人っていう犯罪集プンプンなもの。こういう時は、満室表示にして入室させないように対応してました。トラブルは未然に防ぐがモットーらしいです。っていうことだけ付け加えておきます。ダンキナーね。解決したので吐き出しいいかな?前提として。うちの姉ちゃんは短期でよく喧嘩して、前の職場も上司と殴り合いしてクビになって今にいと。けど家族や部下には絶対に手を出さないが、卑怯や理不尽なことを我慢できない性格。そんな姉がゲームセンターで置き引きされ、自宅の鍵や免許証などをカバンごと盗まれた。自宅の鍵を変えるまで姉ちゃんは泥棒対策に家に缶詰。もともとおた趣味だしニートなんだけど、最後の方はやたら外に出たがっていた。さてここから、鍵を変える日まで缶詰の姉ちゃんは家で料理をしていた。そんな時、玄関から物音、鍵を開ける音が。けどその日は私を含めて両親とも仕事でいないし、そもそも家はチェーンをしているため、帰ってきたら電話をする手はずになっていた。置き引きされていたのもあって姉ちゃんは泥棒と判断、まず警察に電話をして、
包丁を持って玄関へ。案の定そこにはチェーンを切り裂こうとする犯人の姿が。姉ちゃんまずはチェーンを外し、ドアを思いっきり開けて犯人を攻撃。ひるむ犯人に包丁をちらつかせる姉ちゃん。だが女と見て犯人は勝てると思い立ち上がり襲いかかる。しかし姉ちゃんはそいつに包丁を投げつけ、さらに玄関にあったおじいちゃんの杖で犯人を撃ちまくる。警察が来た時はまず姉ちゃんが捕まえられた。結局その泥棒は置き引きをした奴だったんだが、姉ちゃんにボコボコにされたのが心の傷になったらしく、若い女を見ると恐怖を感じて後ずさりしてしまう状態になった。姉ちゃんも過剰防衛で裁判にかかったんだけど、情状のおかげで前科付きとはならなかった。まあ警察の人には思いっきり怒られたけど。ここまでは修羅場とは言い難いんだけど、問題はその後。犯人の両親登場。これがまたひどい。偶然私も家にいた時、突如屋内に響き渡るインターホンを連打。慌てて出ると、見知らぬ老夫婦。うちの子は心に傷を負った。泥棒ぐらいで殺そうとするな、この殺人犯め。とりあえず無視して警察に通報した。そしたら翌日はそいつの兄を名乗る男が。俺の弟を返せ。とまあ毎日のようにそいつの家族が来襲して、殺人犯だの騒ぎ立てた。さすがにまずいと思ったので、警察の人に頼んで張り込んでもらうことにした。その甲斐もあって家族来襲は落ち着いたんだけど、うちらは引っ越すことにした。後で聞いた話なんだけど、どうも空き巣した奴は、会社でも結構いい位置にいる部長さん。けど気弱で仕事のミスも多く、社長には怒鳴られ、同僚には馬鹿にされてたらしい。そのストレスを発散するために、家族絡みで盗みをさせたりしてたとかどうとか。だけど今は精神が崩壊しているらしくてひどいらしい。父も母も私も、そこそこ大きい会社だからそういう事情ならと、わざわざ東京や埼玉の支社に移転させてくれた。姉ちゃんはまだ就職できてないけど内職で頑張ってるらしい。他の人の修羅場に比べたらしょぼいかもしれないけど、毎日鬼の形相をした奴らが攻め入ってきて正直怖かった。もっとも来襲があった時、自然に包丁に手をかけた姉ちゃんが一番怖かったわけだが。ちょっとまとまりに欠ける上に、今思えば DQN 返しかもしれないけど、相手の家族にもほんの一握りだけまともな人がいて、その人が全部被害額を返してくれた。ただまともなというのは中身で、多分あやあ裏の人間で、その金も多分、もう関わらないとは言ってくれたけど、引っ越しの要因の一つなのは間違いないです。英雄。そういや、昔うちの近所でぼや騒ぎが頻発してたんだが、いつも同じ男性、消防士だか消防団の人、が第一発見者になってぼやを消火していて英雄扱いされていた。でも実はぼやを起こした張本人がその男性で、要は自分で放火して消火するマッチポンプ。あんまり頻発したもんだから怪しまれるようになって、発覚してお縄になったらしい。当然動機は、英雄扱いされるのが気持ちよかったから。まあ最初からマッチポンプだったんだろうけど、もし最初の一回だけは本当にぼやを消火していたと仮定するとなおさら後味悪い。そういえば昔世界仰天ニュースか何かで、消防士の息子に活躍の場を与えるために、母親がせっせといろんなところに放火する話があったような。息子は母親が犯人だとは知らず、懸命に消火活動にあたって同僚の信頼を得ていたそうだが、犯人が分かった時はどう思ったんだろう。